皆さんおはようございます。鶴瓶です。時期としましては2022年5月14日開催されているイベントは、まあ、今表示されてますが、このトレジャーイベントの復刻バージョンですね。まあ、つい最近蒸気イベントと収集クエストの2つのイベントが重なっていたんですけれども、そちらのイベントも収束を迎え、まあ、新しく、ね、登場したイベントというのがこのトレジャー見つけ隊のイベントになります。まあ、復刻とついている通り、まあ、過去に、まあ、このルルーさんの絡んだ、ね、目玉カードがですね登場した回があったんですけれども、まあ、それの、ね、まあ、復刻イベントということになります。まあ、まだこちらの方はですね、私もこれから手をつけるような感じです。地図はまあ一応オートで、まあ、集めたような感じになるんですけれどね。まあ、あと金貨とかについてはもうちゃんと手動で集めていきたいと思います。で、今回の目玉カードですが、まずロマンハンターのルルさん。まあ、この子のカードは確か、まあ、スキル効果の方で、まあ、相手のスキル遅延、まあ、なんていうんですかね、相手のターンを伸ばすような効果を持っているんですけれども、黄色のカードの中ではスキル遅延のカードっていうのが結構限られてくるんですよね。なので、このカードを手元に置いておくとですね、そういう盾でもない限りは、まあ、3ターン、まあ、相手のターンを伸ばしてくれることもあってですね、結構高難度クエとか、まあ、蒸気でもそういう盾のないところだったら活躍できるんじゃないかなというふうには考えております。まあ、加えるかどうかは別としても、まあ、ね、まあ、ちょっとしたクエストで連れて行ってもいいでもいいですね。入手しておいてまず損はないカードです。そしてワイルドさんは黄色ワイルドさんが2種類、ワイルドストーンはウルワシのルルーさん、バルキリアルルーさん、黄色いサタンさんの3種類、ね。まあ、もしも星7になっていなかったりっていう、ね、星7にする予定があって星7に今できていないという方は、まあ、使ってみる選択肢もありますし、あのクヨピーショップの方に、まあ、この WS をクヨピーに変換するという機能もあるので、まあ、そちらの方で1枚につき、まあ、1500ポイントに、まあ、換金できますのでですね、まあ、そちらの方で換金するという選択肢もあります。まあ、取っておくって選択肢もありますけど、まあ、使い道ないなら私は売った方がいいかなと思いますけどね。この中で優先するってなると黄色いサタンさんになりますけどね、まあ、長い目で見て、まあ、使うようになるカードですからね。そしてワイルドさんの40、まあ、各色ワイルドさん40プラス、まあ、ちょっと色ついてます、ちょっと色をつけた枚数になりますけれど、カラフルワイルドさん、そしてワイルドさん30の各種、まあ、こちらにはですね、まあ、カラフルワイルドさんありません。まあ、この30を手に入れてね、特盛特訓とかそういうのに使うっていうのでも、まあ、ありかなとは思います。そして確定チケットに 10% チケットですね、一番下の項目だけ5回購入することができます。そして、まあ、各種野菜にやる基礎、まあ、これも目玉の一つですけれどね、秘伝書、特に紫は貴重品です。まあ、昔だったら相当な貴重品だったんですけどね、今はこうやってイベントでもたくさん出回るようになっているのですね、まあ、こういうアイテムを見かけたらですね、積極的に取っていきたいなというところです。スキルレベルを上げてくれるアイテムなのですね、すごく貴重なんです。秘伝書となると200上げてくれますからね、それを3枚買えるんです。まあ、例えば、まあ、レベル3からレベル4に上げる分には、まあ、確実に1つ上がる計算になります。
レベル4からレベル5の場合はあと100残した感じになりますので、まあ、個人的にはレベル4まで上げてれば、うん、大抵のことはどうにかなるかなって思うんですけどね。レベル4キープで、うん、レベル3とか4に固めて、それでより多くの、ね、フェスカードとかそういうカードに使ったりとか、まあ、そんな感じで使ってますかね。まあ、それ以外はパワーアップ素材。まあ、こんな感じ。まあ、報酬は以上になりますけれども、まあ、この中でも取っておきたい、まあ、優先して取っておき、置いた方がいいんじゃないかなって思うのは、まあ、こういう起点書関係だったりですね。まあ、意思事情のこともあるので、やる基礎もまあ、あった方がいいですね。まあ、これはまずイベントで使っても、ね、十分恩恵がありますからね。あと、まあ、ちょっとギルドに、まあね、所属してるしてないってあるかもしれませんけれど、野菜はまあ、でどっちにしても減りやすい部類ですから、こういうのも取ってみるのもいいです。確定チケットもまあね、まあ、それ以外ならワイルドさんとワイルドストーンで、ロマンハンタールルーさんに手を出してもいい、ね、手を出してみてもいいと思います、ね。まあ、この辺りは自由です。まあ、プアチャレにあるような、まあ、こうランダムでなんかね、ボックス開けたらランダムで出てくるというようなのがないので、その辺はまあ自由度が効いたイベントなんじゃないかなと思います。今回のそのイベントでのイベント特攻ですが、あ、そう、これ消さないと、ね、イベント特攻ですが、まあ、ご覧のカードになっています。まあ、この中で金貨になるのが、まあ、マスクドサタンさん、ね。説明文のところにちゃんと金貨って書いてるかどうか見ましょうね。まあ、フェスクラス以上のカードだったらトレジャーイベントで金貨になってる可能性が高いんですね。それ以外のものが銀貨というふうに、まあ、見分けてやると案外わかりやすいかなと思います。まあ、このカードフェイスじゃないですけどね、ハイパーとかそちらの部類になりますけど、まあそれも、まあ、フェス扱いとして一応、まあ、話を通しておきます。多分そっちの方が分かりやすいと思います。ね、麗しのルルーさん、まあ、さっき報酬カードでもありましたね。そしてね、まあ大抵デッキでお世話になるきらめくルルーさんですね。ネク編と童話の2つを持ってます。あともう一人いたんだけどね。いた。春劇のルルーさん。まあ、今回ルルーさん尽くしですね、割と。うん、サタンさん1枚だけだった。で、まあ、一応その4種類が金貨です。で、それ以外はもうすべて銀貨になります。シリーズ別になっていますし、フェスではないですからね。そういうのは銀貨扱いなので、まあ、これらのカードを、ね、優先してデッキに組んでいくと、ね、金貨に対応するカードなら金貨枚数、銀貨に対応するカードならば銀貨枚数に、まあ、ボーナスがつくと。一周あたりボーナスがつくということは、それは長い目で見たら、ね、数列式に結果も変わってくるということなので、ね、こういうのをぜひとも活用していきましょう。まあ、あと、お題をクリアするときに、まあ、このトレジャーイベントの場合ですね、スキルを使用することができないイベントなんですよね。なので、まあ、こういうね、まあ、スキルを使用できないカードなのでですね、リーダースキルがいかに重要になるかというイベントなんです。その中でもこのキラボシのレムレスさんのカードを作っておくと、まあ、ね、9個以上の同時消しでネクストプヨをランダムで2個チャンスプヨに変えるという効果が、まあ、あるのでですね、まあ、お題をクリアするときのですね、内容によっては大連鎖、ね、大連鎖に成功するとか、うん、あとまあ、ね、12個同時消しするとか、そういうのがね、出てくることあるんですよ。
まあ、その中でも大連鎖チャンスとかそういうのが絡むときはこのチャンスプヨを生成してくれるっていうスキルがねかなり助けになってくれると思うんですね。まあ、この手のなんかチャンスプヨ生成系のカードを持っている方はぜひともデッキに加えてみてみるのもまあいいんじゃないかなと思います。でも、まあ、もう一つ持っておいていいなって思うカードなんですけれども、まあ、このカード例えばこのカードですけどね、まあ、この初回スキル発動プヨ数を見あじゃあこれじゃなかった一度に消せるプヨ数を3個増やす、ね。まあ、本来5個しか消せない、ね、本来5個までしかなぞり消しはできないんですけれども、それを必ず3つ増やした内容で、ね、なぞり消しできるようになるので8個まで消せるようになります、ね。まあ、こういうカードも持っておくと、まあね、12個同時消しとかいう時にね5つだけだとどうしてもね届かないところにある供養とかにもねいくらか届くようになったりしてですね割と巻き込みやすいんですよね。まあ、なのでそういうカードをまあねリーダーにするっていうのも作戦の一つかなと思います。まああくまで作戦ですけどねデッキのまあリーダーに入れるか、まあ、サポートギルドで活動してる場合サポートで出ているかどうかわからないですけどね。でもまあそのカードも持ってる人持ってない人というのもいるかもしれませんから、まあ、密かに忍ばせておくのもまあ作戦かなと思います。まあ大抵はもうそういうね特攻関係の、ね、ものになるかもしれませんけどね。まあそれはちょっとね、まあ、それはまあちょっと活動してるまあね、まあ、内容に合わせて、ね、選んでみたらいいんじゃないかなと思っています。まあ、今回はちょっとトレジャーの話になったんですけれども次回の話でちょっと別の内容のお話をさせていただきたいと思います。まあ、このイベントとは別にあのテクニカルクエストが発生しているんですね。あこれねあの高難度クエスト電撃エコロダン襲来エコロ磨くまあ、このイベントが開催されているんですね。まあ私の推しキャラも真ん中にね堂々と真ん中ねセンターワークを取ってくれているところもあってですね私は大歓喜なんですけどね。もうこの子はもう必ず私はトップ画面にはね載せてるぐらいお気に入りなものですからね本当に嬉しいですね。この表紙だけでも撮っとこうかなと思います本当にお気に入りなんですよ。もう推しキャラが誰かって言われたら私は真っ先に紬さんって言います。そのぐらいは気に入ってます。まあ2番3番をね選ぶんであればあれそうですね2番3番もし選ぶんであればですねまあ違法童話のグレースさんとかあとまあ、いつもお世話になってるクロラさんとかねそのあたりになると思います。なぜか青にかぶってなぜか青に統一してしまうんですけどね、まあ、もし3つ選ぶならそういう。さてそしてまあこのねテクニカルクエストをクリアすることができたらこの星5のエコロミーさんをもらうことができます。まあ、今回こういうね報酬カードとして登場するということは過去に、まあ、こういうね、あの秘境クエストか、過去に秘境クエストで登場したエコロ集団のカードは、その時期その時期に合わせて色別で手に入るということがまあ考えられるんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思いますね。今回はエコロミさんなので、エコロミさん。難易度も鬼から難易度のみになっています。もちろん復活もあります。鬼から難易度鬼から難易度を、ね、特有のルールで、まあ、一応復活することもできます。復活してきます、うん。相手のライフは1億近くなんですけれどね。一律で1億近くなんです。
けれど、結構いろんな仕掛けもあってですね、なんか追加で追加攻撃みたいなのもしてくるのでですね、最初のところで結構私も苦労してたんですね。そこのところも少しでも安定した内容でね、遊んでいけたらなと思います。まあ、今回はまあこういうね、エコロミさんの、まあ、紹介になったんですけれども、まあ、次回の動画でその挑戦動画として、ね、まあ、傾向してるかどうかわからないですけどね、まだ挑戦したのに、何十回もリトライしたとは言っても、まだ相手の傾向がしっかり見えてきてないところもあるのでですね、まあ、どの子を残したら厄介かなっていうのぐらいだったらいくらか話はできるかなと思います。まあ、一回動画を切らせていただきますね。ご清聴どうもありがとうございました。鶴瓶でした。